します。知らない方いると思うんでね。そうやね。ちょっと僕らあの高校の同級生でやってまして。そうなんですよ。ちょっと自己紹介いいですかね。やっしといた方がいい。そんなしといた方がいい。僕の方があのタツダっていう名前でやってまして。そうなんです。相方があのコンタスっていう名前でやってまして。コンタスなんです、ね、あの皆さんよかったらあの名前と顔だけでもね、あの覚えて帰ってください。ファンキーモンキーベイビーっすかお前。なあ、ジェスチャーファンキー加藤やのお前。個別レッスンされてんの。何が。いや、だから大好きだ、大好きなんだ、それ以上の言葉をもっと上手に届けたいけど、になってるって。そんなつもりやない。じゃあやめとけ、お前。入ってこへんから。あ、ごめんね。すいません。すいません。まあ、そんなこと置いといて。うん。ちょっと俺、昔からもう北川景子さんが大好きで。あ、もうずっと言ってるもんな、お前。いや、もうそうそうそう。うん、で、こう売れたら共演とかあるじゃないですか。うん。で、その時にもう1回の楽屋挨拶で、こう、めちゃくちゃ仲良くなりたいなと思って、これどうやったらいいって、そうだ。なるほどね。うん。まあ、でもそんなんはね、こうちょっと好きな方がずっと喋っちゃうと、はい、ちょっとキモいな。あー、絡まっちゃうってこと？あ、キモい。キモい。うん。どうしたらいいの、じゃだからもう全部俺が喋ってあげるわ。え？俺が全部喋って、最後に、こいつ昔から好きでパスしてあげる。え、それ1位？うん、え、それで行こう。え、それでやろうよ。練習する？しとこさん、しといて俺。あ、じゃあ、ほんで今からあのここが楽屋の前で、こう入るところから挨拶する練習しようか。オッケー、やろう。すいません、ちょっとここが。すいませんね。ウィッシュ、ウィッシュ絶対すな、お前いじってるだけやねん。北川景子さんウィッシュ好きなんじゃないの。ウィッシュ好きなんじゃなくて結婚した人がたまたまウィッシュ持ってただけやねん。もうやめてほしいもんあるから。マジでごめん。うん、ちゃんとやろ。じゃあもう一回。おう、ウィッシュ出すな、お前。すいません、あのここがあの楽屋の前で今回入るところから練習しよう。ちゃんとやろ、お前。ガチャ。あ、くせえや、もうすいません。すいません。はじめまして。頑張れ。僕らシャンシャンって言います。一回やめ。よろしくお願いします。あんたウィッシュアンデューシャっていけるとかないって、お前。ずっと好きでドラマとか見てみてました。そんなんじゃ無理やった。あいつが言ってました。あいつとかいうの俺のせいみたいになる。約束ネバーランド。いや出てはるけど。ヒーロー。いや出てはるけど。スマホ落としただけだ。出てはるけど小さく見せてるー。ウィーッシュ。何してんの。マジで。ウィッシュ出すなっつってんねん。え、ウィッシュを。なんで1回目より2回目の方がウィッシュ増えてる。あ、ほんで全然パス回ってこへんし。パス回ってない。俺ずっと謝って、お前今アンダーウィッシュやとか言ってたで。アンダーウィッシュって何。知らへんけど、お前がやったんやから。ほんまごめん。ちょっとウィッシュ出すなよ。ノックしてウィッシュ出さへん。ノック出してウィッシュせえ。ノック出すって。ウィッシュ、ウィッシュすんな。ウィッシュすんな。ノックはする。ノックする。ほんまごめん。それでいい。ちょっともう一回だけ。ノックすいません。ウィッシュせずに。ノックしてここが。ああ、ここが。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 ガチャ、はじめまして。仲間いけさ。ここが間違ってる。ずっと好きで僕がドラマとかやめてました。お前何でした。お前何でした。約束のネバーランド。いや出たらへん。極戦。こっちだってる。ジュラシックパン。絶対出て。お願いします。お願いすんの。お前何してんの。お前ちょっと3つ目でいこうか。行くかい。もうやめじゃ。どうも話した。